尾広吉銅像、尾広吉12月21日から1994年1月22日は、昭和時代の内務、厚生官僚、政治家、衆議院議長、文部大臣、厚生大臣を歴任した。1899年12月21日、広島県佐伯郡大垣町に生まれる。尾家は、農業の傍ら、木綿の製造、 小油醸造を営んでいた。父の灘夫志氏は、早稲田大学の講義録で独学した後、政治に興味を持ち、地元で村会議員、町会議員、村長を務めた。なお、当園に五代目、三遊亭窓科学がいる。灘尾は、折り紙付きの秀才で、小中学校では、稀に見る振動と呼ばれ、旧姓広島一中、旧姓一高、 東京帝国大学法学部法律学科を主席で卒業した。一高時代には、皇太子、広人親王の欧州訪問の際、一高校期の騎手を務め、見送りの学生の先頭に立った。体調不良と関東大震災の影響で、高等文官試験を受け損ねてしまったが、当時内務省の人事課長で、広島中学の先輩だった助上、新一の計らいにより、 面接のみで入賞し、その後正式に公文試験の行政化に合格した。内務省には成績が抜群に優秀でありながらも事情があって、公文試験をパスできなかったもののための採用枠が各期に一つずつあり、それを当てがわれたものであった。入賞後は衛生局長坂に入る。課長は湯沢道夫であり、医務課長であった大立重雄とも親交を深めた。 二年間の見習いの後、栃木県庁勤務となり、大塚伊勢知事の下で、会計課長兼知事官房主事を務めたが、わずか半年で本省に呼び戻され、社会局の保健部企画課の事務官となり、再び上司となった湯沢の下で、日本で初めての健康保険制度の円滑な運用の任務に当たった。五年後、山崎岩尾が課長である、 社会部保護課の事務官に転じ、新たに制定された救護法の運用に当たった。1935年、社会局社会部副理課長に昇進。1937年、同保護課長。その後、内務省から保健行政部門が厚生省として分離したことに、伴い厚生省社会局に移る。副理課長、保護課長など社会福祉関係のポストを歴任し、 社会事業法を手掛けた。1938年11月、内務省に呼び戻され、全く畑違いの土木局道路課長となる。この時の部下に、細田徳次と、後藤田正春がいる。1939年4月大臣、官房会計課長となり、人事課長の町村金吾文書課長の古井君と共に、三バガラスと呼ばれた。1940年には、 社会事業行政を観光。1941年、当時最年少の43歳で大分県知事となる。翌1942年に厚生省に戻り、厚生省生活局長、衛生局長。1944年に内務省地方局長。1945年4月、鈴木貫太郎内閣の発足とともに内務次官につき、 地方総監府の設置などを行った。終戦後、東国の宮内閣発足に伴い官令に沿って遺願面関し、老人となる。長尾は、郷里広島に一度戻ったが再度上京。中川望むの公認として、日本赤十字社の副社長となる話も持ち上がったが、GHQ による旧内務省に対する制裁的措置が進行する中において飛んだ さらに1947年11月に公職追放となる。ナダオは社会福祉関係を渡り歩き、警察、治安関係とは無関係であったことから周囲から GHQ に追放解除申請をするよう進められたが、ナダオは解除したければ GHQ がするべきだと筋論を通した。 1951年8月に追放が解除され、周囲に押されて1952年10月の第25回衆議院議員総選挙に立候補した。内務次官経験者ではあったが、地元ではそれほど知名度もなく、組織票もない上、演説も突弁で声も小さく、地元の利益などを一切口にしなかったが、かえって誠実であるということで任意統制を果たした。 当選後、内務時間時代から、面識のあった、自由党の尾形武虎率いる尾形派に所属し、尾形亡き後は、石井光次郎の石井派に所属する。1956年の自由民主党総裁選挙の、結果、石橋内閣が成立すると、奈田尾は、文部大臣に就任。以後、奈田尾は、池田隼人内閣での厚生大臣を挟み、計6期文部大臣に就任し、 文部大臣は、なだおと呼ばれることになる。1967年12月28日、記者会見で、国防意識育成の教育が必要であると、強調した。石橋内閣では、最初に、日教祖対策に直面し、小林武史に教祖委員長と会談、対話の端緒を開いた。しかし、第二次、岸信介内閣で、文部大臣として入閣すると、 日教祖とは勤務表情をめぐり激しい対決に終始する。岸内閣が軽食法改正案で国会が紛糾した際に池田隼人、三木武夫とともに閣僚辞任した。池田内閣では厚生大臣に任命され、厚生省と日本医師会が保健医療費値上げ問題で対立していたのを医療問題懇談会を設置して話し合いの場を設け、 厚生省の原業部局として増大する社会保険業務を裁くことと業務部門と監督部門を分けるため社会保険庁を設置した。また医学界の最高権威を幹部にすることで優れた研究者を集めるようにし、センターという言葉は長尾が内務省の若手の時、欧米の資料を翻訳するにあたり、訳語を作らず、そのままセンターとして使ったのが始まりで、漢字。 ひらがな、カタカナの混ざった看板を書くナダオには考えがあった。センターという言葉はここから広く使われるようになった。1966年の自民党総裁選挙では立候補もしていないナダオに対して11票も票が入ったが、当時黒い霧事件の中で一服の清涼罪のごとき印象を正解のない外に与えた。なお、当時の自民党総裁選の規定では、 立候補していない議員への票も有効票に数えられており、当時でも、名田尾への票が記録されている。第二次、佐藤栄作内閣で、文部大臣に起用され大学紛争に対応した。デモ隊は、名田お邸にも押しかけたが、あまりの老憶のため戦意喪失、退却を余儀なくされたというエピソードもある。1976年維新派解消とともに、無派閥となる。 もともと親台湾派であったナダオは、1972年の日中国交正常化とそれに伴う台湾との断交に際し、翌1973年に台湾との交流を支援する議員連盟として、日華議員懇談会の発足にあたり、会長となった。ナダオには中華人民共和国からの招請もたびたびあったが、台湾側に義理を立てて一度も訪中していない。 ナダオラの努力もあって、日体の経済、文化、人的交流関係は、国交断絶後も維持された。1974年、三木内閣で、自民党副総裁の椎名悦三郎の推薦で、党三役の一つ自民党総務会長に就任。椎名と共に、高知会会長の座を追われた、前尾ブ三郎と交流を続け、毎月一回行った三人の会合は、 三賢人の会と呼ばれた。奈良は無派閥であったものの、派閥を超えた政策勉強会、金曜会を主催しており、党内に影響力を持つ人物同士の会合となった三賢人の会は次第に政局の節目で注目を集めるようになった。田中金脈問題で田中角栄が首相を退陣し、さらにロッキード事件の表面化による自民党の危機に対し、 自民党の近代化を以前から主張していたシーナが、ミキとナダオンが協力することによって、自民党改革を実行しようと気としたものであったが、シーナの目からは、ミキは、党改革には消極的であり、福田武夫、大平正義らの挙党体制連絡協議会のミキ卸ろしに、シーナが加担することとなった。1976年9月の党役員改選、内閣改造によって、 総務会長を辞任した。1979年10月7日の第35回衆議院議員総選挙の結果、自民党は大敗した前回の衆議院選挙よりも議席を減らし、太平首相の進退をめぐって、いわゆる40日抗争が勃発するが、その過程で福田武雄は太平に対し、誰にも反発されることのない公平無視な人物として、 なだおおの名を後継総裁候補に挙げている。総選挙に先立ち、堀茂議長の病気辞任に伴って1979年2月1日、第60代衆議院議長に就任しており、総選挙後も引き続き、第61代衆議院議長を務めた。議長としては、1980年、大墨主流派に反発する、福田、三木、中曽根康弘藩主流派が、 野党の提出した太平内閣不信任案に同調する動きを見せ政局は緊迫の度合いを強くしていた。その中、反主流派は不信任案に同調するか否かをめぐり混乱し、そのため、当初、午後3時開会の衆議院本会議を5時まで、ナダオは延長する。しかし、反主流派は結論に達せず再延長をナダオに申し込んだが、ナダオはこれを国会を軽視するものと拒否し、 開会を宣言し、太平内閣不信任案は可決された。その後、衆議院議長応接室において、解散となり、初の衆参同日選挙に突入する。1982年に、君一等局実等課大受賞を受賞した。1983年政界を引退するが、引退後の晩年も、全国社会福祉協議会会長、障害者団体としては、 国内最大の組織規模を有する日本身体、障害者団体連合会の会長などの社会福祉事業に勤めた。1989年3月長年連れ添った愛妻である敏子が事故で亡くなった際は、などは激しい悲しみに襲われ、人目をはばからずお越したという。1994年1月22日に東京都世田谷区の自宅にて94歳で死去した。 ありがとうございます。